はいどうも、ホルモン島田チャンネルのプッチャー島田です。皆さんにはなかなか食べられない幻な一品ってありますか？今日は日本で食べられる世界の幻の一品を味わってみます。あれ、ここは群馬じゃない、名古屋だ。それでは早速行ってみましょう。前回静岡の爽やかから始まったひまきちとの男二人旅、取れ高が欲しい二人は少し足を伸ばして名古屋までロングドライブです。今回お邪魔するのは世界の山ちゃん本店。実はブッチャーは世界の山ちゃん初上陸です。噂の手羽先とようやくご対面。早速入っていきましょう。世界の山ちゃんは1981年に名古屋にて1号店を創業しました。今日来たのは本店です。開店当時の店名は山ちゃんでしたが、後年になって従業員がふざけて世界の山ちゃんという名前で対応したのを創業者である山本茂雄氏に受け、それが現在の店名になったそうです。世界の山ちゃんは約80店舗あり、その名の通り日本国内にとどまらず、タイや香港、台湾などのアジア諸国にまで進出しています。1965年頃から名古屋で始まった手羽先ブームで、山ちゃんも昭和56年6月14日新栄に4坪13席の屋台のようなお店を創業し、今の手羽先唐揚げがメニューとして産声を上げました。世界の山ちゃんのホームページを見てみると、会社の遠隔などが面白いです。いくつか見てみます。1982年昭和57年1年だけ年中無休宣言をし頑張った。1993年平成5年12月におでんバーを幻店の近くの地下にオープン。女性スタッフのみで営業、お客様が0人の日を創業以来初経験、3ヶ月で撤退するなど飾らない言い回しも面白いです。早速メニューを見てみます。初めてのお店に来てメニューを開くときってワクワクしますよね。お、早速幻の手羽先が顔を覗かせました。海鮮などもあるんですね。韓国フェアに秋のおすすめメニュー、本店おすすめ料理、おすすめメニューにイタリアン。思っていたよりもメニューが豊富です。山ちゃんの手羽先のイメージがどうしても強いせいか意外でしたが、これは好印象です。まずはビールで乾杯。うん、長旅の疲れを吹き飛ばす旅先のビール、喉越しはいつも以上に爽快です。長旅お疲れ様ですと、ビールを飲み始めて間もなく手羽先と味噌かつぐしが到着しました。箸袋に手羽先の説明が載っています。ささやかなエンタメサービス精神が嬉しいです。それでは食べてみましょう。前評判通り胡椒の辛さが強く、スパイシーなピリ辛味です。意外と手羽先の食べ方に手間取ります。名古屋に4年間住んでいたひまきちはやたらと手羽先の食べ方にうるさいです。カラッと揚がった皮を噛んだ時の染み込んだタレとジューシーな肉のバランスが絶妙です。味噌カツを食べてみましょう。愛知名古屋といえばこの甘だれですよね。この味付けでご飯をかき込みたくなっちゃいます。お次は土手煮です。赤味噌の濃いめの味付けで想像以上に甘さがあります。おそらくこれは文化の違いでしょうか。しょっぱい味付けに慣れている関東人のブッチャにとって甘い土手煮は新鮮です。続いて台湾ラーメンの具を食べてみます。もやしとニンニク、これは食べる前から正解を確信できます。うん、想像通りピリッと辛さもあり、これでご飯食べたら止まらなそうです。もやしの炒め物ってシンプルですが、こういう料理が一番お酒が進んじゃいます。これは家でも再現できそうな気がします。ここらで寄り道しちゃいましょう。山ちゃんサワーです。柑橘系の爽やかな香りが濃い味の料理で疲れた口の中を癒してくれます。ひまきちはデラコイ赤ぶどうハイボールをチョイスです。ワインをソーダで割ったハイボールは見た目以上にスッキリとしていて飲みやすいそうです。第2陣が到着しました。牛焼肉オンザピーマンです。食べ方としてはピーマンの上に肉を乗せていただきます。産地に肉乗せは定番ですが、ピーマンに肉乗せも思いのほか相性がいいです。生のピーマンのザクザク食感とほのかな苦味がアクセントになっていて、これは進みます。そろそろラストスパートです。がっつりニンニクの効いたニンニクチャーハンを頼みました。ウインナー、卵、ネギ、ニンニクの基本構成のチャーハンですが、安心感のある一品です。刻みニンニクにフライドガーリックのダブルニンニクがタッグを組んでいます。破壊力抜群、クリティカルヒット、この味付けは万国共通です。いよいよお待ちかね、お口直しのスイーツタイムです。ブッチャーの乙女心発動です。湯葉わらび餅にしてみました。見てください、わらび餅のプルプル具合、黒蜜の濃厚な甘さとバニラのクリーミーさ、湯葉のまろやかな味わいが一つになっています。名残惜しくもフィニッシュです。
今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。レジ横にもお口直しの飴の気遣いです。せっかくなのでもらいましょう。後から知りましたが、名古屋の人たちは手羽先普通に30本は食べるそうです。本当ですか？数本しか手羽先を食べなかったブッチャはにわかだと笑われてしまいました。手羽先を大量に頼むかどうかは名古屋人を判別するフミエと同じ役割をしているかもしれません。確かに言われてみれば骨入れの大きさちょっと骨つぼくらいあっておかしかったな。いい勉強になりました。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。世界の山ちゃん、いかがでしたか？何気なく普段見ている飲食店の発祥の地を訪れるのは楽しいですね。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。